皆さんこんにちは、ペッソでございます。天道続きやっていきましょう。では、小田原城攻めですね、続きいきたいと思います。建築完了、この場にて退避。わー、いきなり朝廷の使者か。同盟、どれぐらい？うわ、5年、60ヶ月、5年ですよね。うわ、きっつ。そしたらね、まあとりあえず、進め。お任せあれ。津久井城の方に、全員入れちゃいましょうか。かしこまった。はっ、承知いたした。手当てせよ。18も、ああ、信忠さんの方もね。はっ、お任せを。お任せあれ。まあ仕方ないんで、ちょっと内政やっていきましょうか。召喚でいいかな。ごめんなさい、召喚でいいかなと思ってますね。稼いでいかないとね、多分また赤字になっちゃうんで、まあ長いちょっと
同盟ですけどね、92年まで粘らないといけないので、だったらどこまで、行くかですよね。南部領がね、すごい北の方の遠いところにあるんで、ああここだね。そしたらね、あとはもう、こっちですね、あがた城の方から、進める準備しないとね、病気なんですよね。岩槻城と、ここのね川越城を攻めやすくなったと思いますんで、メンバーで、あのね、こっちやりたいよね。20いるんですよね、あと茶室が。ああそうか、この辺はね共有中のあれになるんですね。
貝というとツツジヶ崎館アブタカ登場だ。駿河でしょ。ああここか。ああここだね。これでだなぁ。あーそうか、同盟組んじゃったから捕虜のメンバーが雇えなくなっちゃったんだね。
承知、で、あとはそうですね、もう人材投与しか今のところやることがないんで、児玉さんいけそう。ちょっと全員見てからにしましょうか。取れる、まあ、ちょっとキープ。30日だね。行ってみましょう。行かせてみましょうか。いけるんだね。
はい、ではね、ちょっとあがた町で標準合わせといて、ここで終わりたいと思います。今回もご視聴ありがとうございました。あとはもうドメインが切れればね、そのまま、そうね、どっちから行けばいいかな。近いのは国内館の方になるんでね、そっちの方やっていきたいと思います。まあちょっと今のところ予定ですけどね、もしかしたらちょっとこっちがね、そうそうそう、もう輸送隊が、あ、でも少ないな。佐渡原城を狙ってもいいけどね、まあちょっとどっちやるかはまた考えてからやりたいと思います。ではここで終わりたいと思います。ありがとうございました。それではさよなら。